ポンちゃんさんというか、しゅんくんの朝散歩の前にポンちゃんとちゃんくんをまずなでなでブラッシングしています。ポンちゃんはよくですね、箱の中で寝たりしているので、今日のようにこうやって、ブラッシングできることはまあ稀なんですけれどもね。でもやっぱりよいしょ、ちゃんくんだけではなくてポンちゃんの方のケアもしておくに越したことはないと。気持ちよくて移動しちゃうと。こう言っちゃうともうブラッシング難しいんですけど、スタートでじゃあやろうね。そしてお待ちかね、ちゃんくんですね。あ、ちょっと戻ってきた。ちょっとだけやろうか。ラムズちゃん遊んでるの気になる。はい、いい感じかな。最近ではですね、シオンくんが外で遊んでる間も、ジャンくんブラッシングをすることが多いのでですね、もうこの辺で出してみようと思います。はい、どうぞ。もうしおんくんはケージから出るや否や、パパにすり寄ってですね、この状態になります。
ラブくんがいた時にシオンくんはですね、猫同士で走り回って遊ぶっていうことが、まあ、毎日のことだったんですが、今遊ぶ相手がいませんので、どうしても人間の方にですね来てしまうようです。ジャン君がね遊んでくれるといいけど、ジャン君も大人だからね。先ほどから大きな音をガシャガシャ立てているのはこの人です。入ってて、シオン君足噛まない、痛い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 。アンズちゃんはアンズちゃんでいいですね。こんな風にですね、無邪気に遊んでくれていると、だんだん仲良くなれるような予感がしてきます。ただハンモック独り占め、これをちょっとやっぱり一つハンモック買い足しますか。シオン君も大好きなハンモックですので、母とはいえその権力をですね、傘に切るというのはあまりよろしくないので、それぞれに一つずつ用意したいと思います。シオン君は若手の遊び相手がいないので、一人遊びに興じています。幸いですね、シオン君はフェルトのボールですね、こういうやつね、これが結構好きで、一人で追い回すというのが楽しいようです。これも置いとこうか、邪魔になるかもしれない。はい、いいね。翔くん素晴らしいね、一人で遊べるの。ケージの中ではアンズちゃんも一人で遊んでますけどね。
あんずちゃんお待ちかねですね。そしてこうやってご飯の前にまとわりつくシアンくんです。ちょっと待ってね、あんずちゃんね、ここをどかしときましょう。うん、シアンくんは人間スリスリを今やっているので、はいはい、あ、あんずちゃんなでなでできそうな、はいはいはい、ダメかな、はいはい、あんずちゃんご飯だよ、はい、あんずちゃんその食べ方は一体変だよ、あんよピーン、あー、もう一歩上上がってるな。ねえ、食べにくくない？前の時とさ、前は斜めじゃなかったからさ。あんずちゃんいたね。水の位置変えるか。はい。はい、お母さんね。ちょっとこれを取っていい？あ、ごめん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 。あ、シアン君が足シュリシュリしてる。いい子だね。ラブちゃんみたいだね、しおくんね。ご飯食べてきな。はい、聞いていて。あれ？ご飯だよ。あら？もしかして。なんだよね。ちゃんくんたちの食べちゃった？少し。なんだよね。ご飯の時間になると甘えたくなるね。はい、一回で。ちょっと食べさす。ほら。外で食べてもいいのか。おいしいの、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 つられた、つられた、うん、あ、おしっぱ危ないよ。